ネジョン弁物語は、ムクハトジュ編の文学作品。おねしょにまつわる複数の作家のエッセイがオムニバス形式で掲載されている。1971年出版。ムクは、東北地方で講演を行った際、子供からおねしょの悩みを訴えられたことがきっかけで、この作品の構想を抱いた。しかし作家からは、おねしょという主題が嫌われ、出版社からも、 社風に合わないと出版を断られるなど企画の実現は難航した。結局、紙芝居や自動書を扱う専門出版社の同心者から出版されることになった。1971年11月に同書が出版されると1ヶ月半で3万部を超えるベストセラーとなった。おねしょがなかなか治らなかった話や普段はおねしょなどしないのになぜかしてしまった話。 未遂に終わった話、トイレに行くのが怖くて、布団の中にわざとおしっこしてしまった話、外でおしっこした話などが掲載されている。高志一、無く文学の奇跡人間参加影の世界に光を当てる、南日本新聞1989年6月14日付長官9面。AB 大い昇、のる、ベストセラーズ、ネション弁ン物語の周辺。 出版ニュース第889号、1972年1月27ページ。当時同心者の編集部に勤めていた、神戸光雄の回想によれば、無垢が、岩手県の小学校で講演を行った際に、自らの熱召弁体験を話したところ、子供の反応が良かったことからこの作品の構想が、盛り上がり、随行していた、大田のボルが、滞在先の森岡の宿から、 同心者に電話を入れてきたのだという。神戸光雄、ネジョン弁物語作りに関わって、子供の本棚第29巻第6号、日本子供の本研究会、2000年6月、33から34ページ。塩沢美信、同心者、紙芝居と絵本文化を書くに、出版社大前論争者、2003年、595ページ。 ISBN4 から846005437。カラス、サイドクヒャクン、ム編にションベン物語水に流そうそうそうの、数々、北海道新聞1995年10月13日付夕刊八面。ありがとうございます。